こんにちは、授業準備 TV のゆめのんです。せっかくの長い夏休み、子どもたちには有意義に過ごしてほしいですよね。そんな中で、有意義に夏休みを過ごしてもらうためにはどんな課題を出したらいいんだろう、子どもたちに自分で計画を立て実行する力を身につけさせるにはどうすれば、とお悩みの先生も多いと思います。そこで今回は、子どもたちの夏休みを有意義にする、夏休みの計画と振り返りのための2つのポイントをご紹介します。ぜひ最後まで見て、夏休みの課題管理にお役立てください。このチャンネルでは、先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。夏休みを有意義に過ごしてもらうためには、計画を立て実行し振り返りをするというサイクルが重要です。しかし、子どもたちにとってそのサイクルをうまく作るのはなかなか大変です。日々の生活の記録と振り返りのために、日記を課題として出す先生も多いかと思います。その場合の日記では、日付と天気を記録し、その日やったことを書くという形がよくあるテンプレートになっていると思います。ただ、毎日の記録をつけるというのは意外と大変なもの。最終日近くになって、慌てて全ての日を思い出しながら記入するなんていうことも起きますよね。そこで投稿者の先生は、こんなテンプレートで子どもたちに計画と振り返りをしてもらっているそうです。夏休みの計画と振り返りのための2つのポイント。1つ目は、シンプルな記録シートにする。こちらのテンプレートには日付などを記録する欄はありません。1週間ごとの記録であれば、自分のタイミングで振り返りをすることができますね。また、あまり学習に取り組めなかったという週があっても、それを記録することで、来週はこれぐらい頑張ればバランスが取れると実現可能な目標を立てやすくなります。子どもたちの夏休みを有意義にする、夏休みの計画と振り返りのための2つのポイント。2つ目は、課題のレベルを自分で決められるようにする。こちらの記録シートでは、細かい指示がないために自分で課題を広げることができます。シートを配布する際に、もっと書きたいことがあった時は、裏面や別の紙に書いてもいいよと声をかけるようにしてみてはいかがですか。もしタブレットなどで作成する場合も、スライドを自分で追加していいよなどと声をかけておくことで、子どもたち自身が記録する量を調整できます。夏休み、動物園や旅行に出かけたり、クラブ活動の大会や習い事の発表会があったりと、思い出がたくさんできた時に、それを残しておくことができますね。また、1週間ごとの記録を宿題にして、追加したい時には自由に追加できるようにしておくことで、記録を残すのが得意な子にも苦手な子にも取り組みやすい課題になります。本日は、夏休みの計画と振り返りのための2つのポイントについてご紹介しました。ぜひ、夏休みの課題作りの参考にしてください。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。